間では、こう、濡れ髪が流行ってるっていうね、噂をかねがね聞いたので、ホイールを、ホイールを今、塗っちゃってるんですけれども。今だけどうしよう、モテちゃう、モテちゃうわ、これは冷静に考えてモテちゃうわ。こういうことよね。モテ髪、濡れ髪。よだませておき、今日は皆さんにとっても大事な大事なお知らせ、ご報告がございます。 YouTuber が動画で出す大事なお知らせって、だいたいイベントやりますとかそういう感じの内容だろうと思いの、そこのあなた、正解、イベントやります。3月9日場所は新宿です。お待ちしております。エチケット発売はなんと本日よりすでに始まっておりますので、概要欄からバシバシお申し込みくださいませ。なおイベント後全員とハイタッチもできる予定なので、皆さん私の可愛いお手手とお手手でお幸せしましょう。イベント内容はとにかく歌ったり踊ったりネタをしたりいろいろ考えてるんですけれども、まだ全然しっかりと定まったものは明確に提示されていない状況なので、ぜひぜひイベントでこういうことやってほしいですとかメッセージとかコメントとかくれたら、今からバシバシ皆様のご期待に添えるように頑張っていきたいと思います。 How you go? 皆さんにお会いできるの今から心待ちに、それをすぐ心待ちにしているの。ちなみにね、こんな感じでイベントやりますという告知をすると、必ずこういうコメント一個は来るんだよなという、まあ割と送られてきがちな質問やコメントには先に事前に回答しておこうと思います。 Here we go! 行きたいんだけど地方済みなので行けません。地方済みの皆様には本当に本当にもう毎度毎度東京東京東京で申し訳ないなと思ってる。私ももともと地方済みの人間だったから、ずっと思ってた、首都がそんなに偉いのかよ。何でも首都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 って東京がそんなに偉いのか。どこまで行っても日本の首都は東京って思ってたんだけれども、みんな知ってる？日本の交通機関ってめちゃめちゃ発達してるらしいよ。飛行機とか新幹線とか電車とかバスとか、なんかもう車とかいろいろなんとか駆使したら、大体東京にはなんとかたどり着けると思うので、もしよかったら頑張って東京まで遊びに来てください。交通機関が発達してることは知ってるけれども、お金がないです。参勤交代って知ってる？江戸時代とかって、なんか1年に1回ぐらい東京に行かなくちゃいけないみたいな、江戸に集まんなきゃいけないみたいな時に、みんななんか地方からゾロ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 1ヶ月ぐらいひたすら歩いて東京まで来てたらしい。イベント開催日の3月9日まではまだ時間があるので、今から家を出ればまだ間に合います。皆さん頑張ってください。レッツウォーキー。周りにエミリン好きが一人もいないので、墓地参戦になってしまうのですが、一人でも大丈夫でしょうか？大丈夫に決まってる。てか墓地参戦禁止とかされちゃったら、そもそも出演者が墓地参戦だから私が会場入りできなくなっちゃうから、ぜひぜひ皆さん一人で大丈夫です。私も一人で行くので楽しんでいます。行きたいけど今回はやめときます。いつか行けるといいな。いつかいつかって、そのいつかはいつ来るんですか？いつかいつかって言ってたら、私あれだよ、